マルバーオダモは木製カトネリコ属の落葉鉱木。私有一種。別名、細葉オダモ、トサトネリコ、小金青ダモ、小金チダモ。幹の高さは5から15メートルになる。若い枝は緑色で、若枝や果女、傭兵には細胞があり、地面には開白色になる。葉は長い傭兵を持って枝に耐性し、3から5葉からなる、奇数上腹葉で、 小葉の形は卵形から卵状長楕円型になる。葉の先端は栄線形で、基部は歪んだくさび型で、洋芯の長さ5から10センチメートル、幅1.5から3.5センチメートルになる。普通用の裏面の中脈沿いに白髪が生えるが、後に無毛になる場合がある。葉の円はほぼ全円であり、虚子は不明瞭で波打つ程度。同族の青だもんには明瞭な虚子がある。 和名の丸葉は、葉の形や葉先が丸いことを表すわけではなく、円に、明瞭な虚子がなく滑らかであるためと言われている。葉の形の実体を表す別名として、細葉青玉がある。花季は4から5月、今年枝の頂や葉液に、円水果樹が数個耐性し、白色の四弁花を密に咲かせる。花弁は、線形で、長さは6から7ミルメートル。は、 大花、雌花ともに2本あり、雫は雌花に1本ある。果実は長さ2から2.7センチメートルの翼下となる。日本では北海道、本州、四国、九州に分布し、低い産地に生育する。アジアでは朝鮮に分布する。ありがとうございます。